NER シューメーカーは、アメリカ航空宇宙局のディスカバリー計画の一環として行われた、地球近傍小惑星、エロスを探査するミッション、または探査機の名前である。もともと探査機の名前は、NER だったのだが、エロス探査前に亡くなった計画の重要人物友人シューメーカーを忍び、ミッション終了後、NER シューメーカーと解明された。 NER は太陽系形成の仕組みを解明するにあたって非常に重要な手がかりとなる地球近傍小惑星であるエロスを探査する。このミッションではエロスの大きさ、形状、質量、密度、組成、地表と内部の構造及び磁場の詳細な探査が行われることになった。エロスとの遭遇に先立ち NER は小惑星マティルドを接近飛行することになった。 1997年6月27日、NER a はマティルドから 2400km の距離を接近通過しながら観測を行った。NER a は1999年1月にエロスに遭遇し、軌道を周回しながら約1年間エロスを探査する予定であった。しかし、軌道修正に誤作動が生じたため、1998年12月、 計画はスイングバイに変更された。この結果、エロスとの遭遇は2000年2月に延期された。1998年1月、NER a は地球スイングバイを終えてエロスに向かった。そして2000年2月14日、NER a はエロスとのランデビューに成功し、小惑星の軌道に到着した最初の探査機となった。小惑星エロスその後、 主に地表から 20km、40km の範囲の軌道を周回し、時には地表 3km の低空周回をしながら、エロスの形状、起伏に富んだ地表、地表を覆うレゴリス、溝や尾根といった地表の地形、そしてクレーターなど、計画をはるかに上回る16万枚以上の画像を撮影した。小惑星の地形図作成が完了した後、エロスへの軟着陸が行われた。 もともと、探査機は着陸用には設計されていなかったが、今後の小惑星探査ミッションのために実験的に着陸を行うことになった。成功する確率は1%以下だと言われていたが、無事成功した。ありがとうございます。